鈴木宗男さんあの最初に法務副大臣、あの法務副大臣、一つお願いしておきます、先ほどの天罰さんの質問のときですね、工藤副大臣の答弁は極めて人情味というか、人間味というか、もう木でくく、花く,くっていうような答弁ですからね、私はいけないと思います。法務大臣でも厚大臣臣でででもも厚労すね 質問に答えてますよ極めて私はですね、聞いていて失礼だ、天保さんがですね、またに、知の叫びをしてるんですから、何ができるか検討する、こういうようなですね、頭作りがあってよかったと思いますよ。で副大臣会議等で、工藤さんに会うことあると思いますから、私はの厳しく言いますけれども、あのしっかりですね、あのあ本部で、政務官が来てるのは。 じゃああの中野政務官からですね、よく言っておいてくださいよ、しかるべきその返事をです、ね、あの私にいただきたい、こう、あの強くお願いしております、よろしいですか。はい、委員長。はい、鈴木武見大臣あの、竹見大臣の答弁聞いててあの、誠実にしっかり頑張ってるなという思いでありますが。 30年前、あなたが国会に出てきた姿をですねあの思い出してました、同じ政策集団だったし、まあ、当時、私も国会議員になって14年目でしたから、ですねそういった意味でいろいろ海外にもいたしあの、外交安全保障では一緒に行動してましたからね、大変懐かしく、30年前、思うおかげならずいぶん成長したなと、<laughs> 昔は出動したけど、今は出動されてるなとこう思いながら、 それで大臣ですね、この育成就労制度についてね、私は一つ大事な視点があるのは、国際貢献だという、私は見方してるんです。外国から人が来ます、働きます、少なくとも日本は応用技術は世界一ですよ、それをしっかり取得して、本国に帰って、ですねそれぞれの,の立場で頑張ってくれれば、大変なですね、私はこれ、 国際になると思うんです、まあ、そういった意味でも、外国人がやっぱり日本に来てよかったという印象を持って帰ってもらうと困るんですね。ぜひとも、これは法務省の出先といえば入管局しかないもんですからね、なかなか行き届きませんから、ここはやっぱり、旧労働省のネットワーク、厚労省のですね出先機関、あるわけでありますから、そこら辺をしっかり生かして、やはりあの外国人に対して、 しっかりとじゃ約束は守っておく、優しく対応するということを徹底すべきだと私は考えるんですけれども、武見大臣の認識はいかがでしょう。武見厚生労働大臣。あの、まずですね、その技能実習制度というのを、まず私どもは実行したところが、しかしそれがなかなか趣旨通りには機能しないで、むしろ国際社会からさまざまな批判までこむということになった。他方国内では、 深刻な人手不足というのが各分野において明確になってきて、そこでやはり外国人労働者の皆様方にも協力していただくことが必要という時代状況になった。そこで改めて趣旨を変え、 その我が国の人手不足に対応するということを主たる目標としつつ、この新たなこの育成就労制度というのを設けたところであります。しかし、この育成就労制度も、ですね先生ご指摘のとおり、我が国はさまざまな分野で、この労働者として来てくださるそれぞれの母国の状況と比べた場合に、経済、社会、あるいは医療や介護、 こういった分野では、比較、優位性のある優れた社会を我が国はすでに持っております。したがって、こういうところで育成、就労という形で仕事をしていただくことによって、結果としてその技術を習得をされて、それがまたいずれ母国で活用されるということになれば、それは両国にとっても、あるいは本人の人生にとってもより有益なものになるだろうと、こう考えました。以上 鈴木宗男さんあの武見大臣ですね、もうあなたは国際学者としても、これは著名であったわけですからね、外交にも大変精通されてきましたから、その点、しっかりあの各関係機関ともネットワークを生かして、ですね徹底してやっぱりあの外国人、日本に来てよかったという思いを持ってもらうことが、まあ、大事でありますから、ですねこの点、くれぐれもよろしくお願いいたします。法務大臣 先ほど内の質疑を聞いているとですね、人身売買なんていう話もありました。私は気合いを悪くて、とってもそういう表現はできません。まあ、言える人は幸せな人だなと私はあの思っております。あるいは、この法案を私が質問してるんだから文句なんだなとぐらい私に直接言ってください。大臣ですね、取り下げるというような意見もありました。こ、まあ、これもでですね今日でこの委員会 もう4回目ですよ。本会議入れれば5回目ですね。取り下げるなんて話されたら、何のためにこの委員会やってきたかわかりませんね。逆に私は無責任だと思いますよ。しかも、言う、だから言うのは勝手だけども、私,私にも言う資格んあるんだから、ごちゃごちゃ言わんでください。無責任な話は私はしないんです。議論に乗った以上は、議論に議論を重ねて、そこで結論を出す。これは民主主党の約束ですよ。その 基本を忘れてですね、無責任に出し直せなんて言ったら、何のための、この委員会いただくもっと私は与党の皆様からしっかりね、対応しなければいけないと思いますよ。言い過ぎでないか、ちょうど。ちょっと大人しすぎると思いますね。私が、まあ、ま、ちょっと声が小さいからこの程度ですけどね、本来であれば、私が元気のいい時はもっとですね、激しくやったもんですけれども、さっき大臣ですね、取り下げろという声あったけども、大臣は黙ってですね、 聞いておりましたけれども。それでいいんですか、大臣。小泉法務大臣。まあ、あの、現実に。 今、40万人ですか、技能実習生の方が来られていて、そしてまあ私も限られた経験ですけれども、あの会ってみると、本当に若い方々、夢と希望を持って、そして頑張って働いている、まあ、そういう姿に接しますでなな、何が一番夢ですかっていうと、やっぱり日本で3年、5年頑張って、そこでお金をしっかりと得たあとは、そのお金を持って本国に帰り、大きな家を建てるんだと、家族のために、親のために、家建つんですから。いや 立ちますよ もうはっきり若い女性ですけども、言っておりました。そういう彼女たちの夢がかかったスキームでありますので、国会で様々な御指摘を厳しい御指摘も含めいただいておりますから、それはしっかりと、まあ身に染みて、身に刻んで、それは対応しなければいけないと思いますけども、この制度そのものは大きなまた夢を育んでいる、様々な、そこに夢を育んでいる様々な実習生の方もおられますので、そういう方々を思い描きながら、やはり改革を前に進めたいと、そういう思いで、 いいるところでございます鈴木美男さんあの小泉大臣ですね、私はもう、私なりに小泉大臣の人柄とよく知ってますけどね、委員会での質疑では、私に対しては厳しい答弁しかしてませんね、今日の答弁なんか聞いてるとですよ、例えば選考投資という表現、大臣、いとも簡単にあの引っ込みましたけどね、私はこの選考投資の前向きで取られてたんですよ。 応用技術世界中の日本に来てで、日本のその世界中の応用技術を取得して帰るんだという思いで来てる人もいるんです、同時に今、大臣っ言ったように、経済的に頑張って働いて、そして国に帰って見返してやるんだ、まさに真摯の気持ちを持って来てる人もいると思うんですよ、私はそういった意味で大臣は先行投資という表現なされてると思ってたんですよ。さっき いとも簡単にね、引っ込みたから、また大臣はね、私には厳しいけども、野党には優しいもんだなと思ってね、ちょっとガクッときたところあるんですけども、わ私の認識、間違いじゃないでしょうか間違ってますかどうでしょう。う小泉法務大臣。これも私の限られた経験ですけれども、あの、技能実習として来られる方々の中には、そういうらえ、捉え方、そういう言葉で、それを表現される方もいることは事実です。 まあ500万円ぐらいのお金を払い、最終的に2000万ぐらいの貯金を持って帰るというようなパターンを言っている人たちもいます、そういう方々は投資という言葉を使います、ただ、その行,行政の立場でね、国会の場でですね、その民間人が使っている投資という言葉はやはり私は使わない方がいいというふうにまあ判断したところでございます鈴木、はい、の大臣の判断ですからですね、すいません。 かとしながらもですね国ここは大臣、ですね閣議決定して、しかも有識者軍は16回も会議しました、それなりの人たちが議論をしてきて、法案にまた国会を出したわけでありますから、ここは自信を持って、ですね私は進めていただきたい、私はもう一日も早くここは採決してもらって、ですねまとめてもらうのが、まさにこの民主主義の 道筋だと、こう思っていますので、そのことをお願いして質問を言います他にご発言もなければ、本連合審査会はこれにて終了することにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。よって連合審査会は終了することに決定いたしました。これにて散会いたします